今日はですね、ギアーマンということで、この企画はですね、本当に僕が心底これいいんじゃないのっていうのだけ紹介しようと思います。第1回目は素晴らしいギターをお借りしてきました。今回はですね、知る人ぞ知る伝説のメーカーと言っても過言ではないかと思う。TMP の新商品、はい、この新商品を引き倒していきたいと思います。仕様をちょっと見ていきたいなと思います。TMP というメーカーをご存知ない方もいらっしゃると思いますので、そちらはですね、アフタートークの方で TMP の凄さをですね語っていきたいなと思います。僕が今まで調べてきたギターの情報って何っていうぐらいすごい情報がいい。はじけギアーマンというわけで、みんな弾いてる、バードマンです。国内外様々なアーティストの皆さんとご一緒させてもらったり、書き込みギターラボというギター専用オンラインサロンを運営しているのが僕の仕事でございます。概要欄の方からご覧ください。今日はですね、ギアーマンということでですね、新製品とは関わらず様々なギアをですね、紹介するコーナーでございます。それでですね、第1回目は非常に光栄なことにですね、素晴らしいギターをお借りしてきました。で、別にこれプロモーションというわけでも何でもなく、この企画はですね、本当に僕が心底これいいんじゃないの、面白そうだよねっていうのだけ紹介しようと思います。はい。とか、まあ、過去でもね、これ良かったよっていうのをね、紹介しようと思ってます。というわけでですね、今回はですね、皆さんなかなか知らないんじゃないかなと、まあ、知る人ぞ知る伝説のメーカーと言っても過言ではないかと思いますが、TMP の新商品、はい、エノーラをお借りしてきました。というわけでですね、TMP というメーカーをご存知ない方もいらっしゃると思いますので、そちらはですね、アフタートークの方でいろいろやっていきたいと思います。とりあえずですね、このエノーラ、このストラトの形をしたですね、この新商品を引き倒していきたいと思います。はい、というわけでクリーントーンから聞いていきましょう。フロント、このフロントのね、シングルです。今度はセンター、はい、そしてリアのですね、これはすごいですよね、ジャズマスターのリアがついております。そしてですね、この、最後のトーンを引っ張り上げると、リアのジャズマスのピックアップと、フロントのシングルがね、ミックスになって。独特のトーンが出ますね。はい。それでですね、またこの TMP の面白いところはですね、トーンっていうか、この真ん中のトーンがですね、実は、ローカットになってるんですよ。この音がですね、非常にこう、フロントの音とかも太いですよね。まあ、これはソロで使うとして、カッティングがもっとチャカチャカしてほしいっていう時は、トーンを絞るとですね、ローカットになります。はい、というわけでですね、もう伴奏のためにはもう最高のギターに仕上がってますね。はい、それではですね、フロントからリアまで様々なドライブの音を聞いてみたいと思います。途中で切り替えますね。それではですね、フロントとリアのミックスの音を聞いてみたいと思います。
ノーランのサウンドを聞いていただきました。いかがだったでしょうか。まあちょっとね、仕様をちょっと見ていきたいなと思います。で、パッと見てわかるところだけ言ってきますね。まずロックペグですね。シンクロナイズドのタイプのロックペグなんです。これの文字はですね、プロトだって書いてありますね。そしてですね、ネックに直接ナットが当たるように埋め込まれています。これをダイレクトマウントというらしいんですけども、やっぱり違うんでしょうね、何かね。ちょっと僕にはどういう効果があるのかわかりませんけども、これはサウンドに大きく関係するようです。そしてですね、ミディアムジャンボぐらいのフレットが貼ってありますね。ピックガードはですね、ジャズマスのピックアップ乗せても、ハンバッカー乗せても、B90 乗せても、どうやってでもこう、レイアウトが綺麗に収まるようにデザインされたピックガードらしいです。確かに、このジャズマスのピックアップ乗せるとちょっと不気味な形にはなりますよね。普通のフェンダーだとね。はい。それがね、ちょっと考えられているそうです。そして TMP 独自のブリッジ。五島製のブリッジを元にしてですね、TMP 製のこの多分ブリッジかな、コマかな、乗せてるそうですね。そしてボリューム、ローカット、マスターボリューム、兼、フロントとリアの方。ミックスの音が出るようになってますね。で、5点スイッチ。そしてですね、ここがすごいんですけど、ここわかります？普通のストラトって、ここまで削られてないんですよ、丸く。普通のストラトって、このぐらい、角張ってるとこが出てるんですね、こうやってね。それに対し、ここまで、限界まで削ってある。で、普通この削り方をすると、強度が保てないんだって。やっぱりそんな腰置き、こっから曲がっちゃうみたいなことがあるらしいんですけど、100年ネック構造というらしくって、100年でもこのネックは持つというような構造になってるからこそできる構造らしいんですけど、ここまでね、きっちり削ってあるので、弾き心地はどんなかっていうと、SG ですよ。SG、もう最後の最後まで手が届くじゃないですか。これもですね、ここまで行くんですよね、手がね。親指出してでも。ざっくり見た目のところで言うと、ここら辺が特徴かなと思いますんで、ご紹介させていただきました。というわけでですね、あとはちょっと詳しいことはこの後のアフタートークにも増していきたいと思います。というわけでですね、ノーラ、ぜひ皆さんも体験してみてください。TMP のリンクはですね、概要欄の方に貼っておきます。というわけでですね、この動画が参考になりました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは。はい、というわけでですね、アフタートークやっていきたいと思います。TMP 松下さんの、松下さんという方がやってるんですけど、松下さんの情報はですね、こんな YouTube で語れる程度じゃないぐらい情報があります。なんで、できるだけ今回はスマートにやりたいと思いますが、それでもかなり濃密だと思います。皆さんと、共有できそうなところ、皆さんも知ってるようなこととリンクさせながらですね、松下さんの凄さ、TMP の凄さをですね、語っていきたいなと思います。それでですね、まあ、大発明家なんですよ、松下さんって。はい。大発明家なんですよ。で、なんでこんなにすごい人が知られないのかと、本当に不思議な部分もあるんですが、まあ、しょうがない。それはね、楽器店に吊るされてるギターとかではないので、なかなか知られることはないんですけども、めちゃくちゃみんな知ってます。何を知ってるかっていうところを今日順に追っていきますね。まずですね、サークルフレッティングって知ってますね。富士弦が作っている、僕もね、テレキャスター使ってますけど、サークルフレッティングシステム。あとは、まあ、島村楽器のクール G とかね、そういうギターではありましたけども、サークルフレッティングシステムを考えたのは松下さんです。この TMP っていうね、ブランドをやってる松下さんの考案のもの。で、これを、特許を取ってですね、提供していたということで、いうことなんです。知ってるでしょ？それは松下さんの松下さんの技術なんですよ。はい。それで、それびっくりました？びっくりしました？そして、まあ、今やですね、全世界当たり前になってきましたね。当たり前になってきましたね、このね、シンクロでもフロイトローズでもここの下にね、ザグって、ブリッジを落とし込むことによって弦高を安定させるみたいな、まあ、技術があるわけですよ。このザグり方法っていうのを考え出したのも松下さんです。皆さん使ってますね、普通にね。今特に流行ってますね、ローストネック。ローストネックって茶色くなるネック。いろんなメーカーが今ローストを取り入れてますよね。あれも松下さんです。松下さんがやってたのを僕は見てました。もう前から見てて、訓練っていう方法が、松下さんは訓練って呼んでたんですけど、本当にそのいぶすわけですよね。結構前からですね、松下さんは訓練を取り入れてまして、訓練したらですね、もういろんなところでギターをいぶして大丈夫なのかとかね、いろんなね、なんていうの、揶揄とかね、誹謗中傷、いろいろ書き込まれてるのも見たことありますけども、世界標準になりましたよね。
新しいものはね怖いんですよね、みんなね。でもスタンダードになっちゃうとコロッとコロッといきますよね。僕もだからちょっとどういうことなのかなと思って調べてみました。そしたら日本家屋って要は木造建築なわけですよ。そこの木にですね、もう柱になる部分に虫がついたり、要はその湿気でですね傷んでしまったりしないように燻煙するっていうのはもう昔からあった製法なんですよ。それを見ておーすごいことを取り入れたなとは思ってましたけど、やっぱりちょっと新しすぎて、否定的な人たちも結構いました。というわけでですね、皆さんもご存知の通り、ローストネックね、サクルフレッティングシステム、ブリッジの下の座繰り、すべてですね松下さんの発明であると、いうことで、びっくりでしょ、こんな人がいるんです、日本人に、信じられませんよね。それでですね、松下さんは本当にね様々なトッププロともみんなお友達です、それであの人のギターもこの人のギターもあの人のギターもっていう感じでですね、本当にね世界でも、トップギタリストのギターも、いじっておりますし、国内もですね、トッププロも含めてスタジオミュージシャンとかでみんなが使っております。はい、というわけでなかなか出回らないんですけども、今回たまたまちょっとね YouTube で紹介していいということでですねお借りできました。松下さんありがとうございました。僕はですねどうやって知ったかっていうと、もうちょっとお亡くなりになっちゃったんですけども、ポンタさんとかを可愛がっていたね、松木常秀さんって言ってですね、もうスタジオミュージシャン界のドンみたいな人がいらっしゃいまして、その松木さんが使っていたのが TMP のギターでですね、その頃に僕もちょっとご紹介いただいたんで、おお松木さん TMP っていうところのギター使ってるんだと思って、そしたらなんかこういうギターなんだよって紹介してくれまして、それからブログを読み始めました。僕が今まで調べてきたギターの情報って何っていうぐらいすごい情報がいっぱい書いてあるんですよ。まあそれびっくりしてですね、もう本当にね一ブログのファンになってしまいました。それで、その後ですねちょっと会ってみたいなと思って一回ね、試奏させてもらいにですね、TMP の工房に、お邪魔させてもらったことがあるんです。その時にですね触ったギターも最高でしたし、そこにですねあったスピーカー、松下さん一時期ねスピーカーも作られていて、そのスピーカーもですね恐ろしいことしてたんですよ。Tears in Heaven が鳴らしてたんですけど、なんかどこのメーカーのギター使ってるか、弾いてるか、わかるじゃんっていうぐらいの音像で、すごい技術だなと思ったのを鮮明に覚えてます。それからですね、まあツイッターとかも繋がっていただきまして、たまにご挨拶とかさせてもらってたんですけど、今回ちょっとこのエノーラというのが出るので、まあ試奏してみませんかって言ってお誘いいただきましてですね、ちょっと工房の方ではあんまりこう弾ける環境がないからというので、ちょっと短時間ですけどお借りすることができました。まあ音にねこだわりのある、しかもですねまあ金銭的にも余裕があるギタリストはですね、ぜひ一回 TMP 試してみた方がいいと思います。最後にですね、僕的に TMP の推しポイントをお話ししておきたいんですけども、提案ができるギター製作者ってことが本当に素晴らしいと思うんですよ。例えばですね、美容室の椅子に座って今日どうしますかって言うじゃないですか。みんな僕ら髪のね髪のプロじゃないんですよ。ね、自分の渦巻きの位置がどこにあるかもよくわからないわけですよ。で、僕の顔の大きさ、顔の形、どんな髪型が似合うかわからないから相談しに行ってるのに、どういう風にしますかって言われて、もう全部、じゃあここは6ミリでとか、ここは長さどうでとかって話さなきゃいけないでしょ。それをやらなきゃいけないんだったら、1000円カットと何が違うんでしょうね。と思いません？ね。1000円カットだって言えばそういう風に切ってくれますよ。ね。そうじゃなくて、美容師って、それ1万5000円も2万円も出さなきゃいけないところもあるわけじゃないですか。何が違うって、あなただったらこういう髪型が似合いますよって言ってほしいから行くんじゃないですか。ね。僕はそういうところに美容室は選んでます。それと同じでですね、僕のプレイを聞いて、僕のタッチを聞いて、僕のね、好みを聞いてですね、あ、だったらこういう風なギターはどうですかって言ってほしいと思いません？それがですね、松下さんはできるんですよ。僕がパパパパってちょっと試奏させてもらった時に、あなたはうちの玄関のところで乾燥させてるあの木の真ん中あたりの木で、ギター作るといいかもしれないねってパッて言ったんですよ。と思って
どんなギタリストに捉えたのかちょっと分かりませんけど、そこまで聞かなかったんですけど、そんなこと言える人いるんだと。これがねやっぱり長年の経験なわけですよ。で僕らも例えば生徒に教えるときは、 あなたはこういうふうな練習方法で練習していった方がいいよって提案をするわけですよ。提案できる方からすると、美容室に行ってやり方とか切り方まで全部聞いてくるのってめちゃくちゃナンセンスだと思ってて、それに比べてですよ、TMP 松下さんは、あなたならこういうギターが似合いますよって、木材指定から、指板とかもいろいろ提案してくれますから、もちろんその通りにしか作らないっていうんじゃなくて、あなたの好みも聞いてくれますから、その部分ではですね、圧倒的にすごい僕はギター制作者だなと、もう見たこと、あんま見たことない。僕も数人しか知らないぐらいのレベルですね。はい、そこがもう圧倒的に違うと思います。提案してもらってください。あなたのプレイに、あなたのタッチに合うね、ギターをぜひ作ってみてはいかがでしょうか。今日はアフタートーク長くなってしまいましたけど、ありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは。動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。